実はですね、まだまだ、ロックマンシリーズ、メガマンシリーズを作ってます。皆さんが期待してるタイトルであるのは確かです。何に期待してますか？It is my pleasure to announce and introduce Keiji Inafune. Inafune-san is a legend in the video game field. It goes without introduction. Thank you. Do you like Mega Man? Yeah! Do you like Mega Man Legends? Yeah! はい、10年ぶりですね、10年ぶりにですね、メガマンレジェンズ、ロックマンダッシュが帰ってきます、タイトルを見て分かる通りですね、プロジェクトっていう、サブタイトルがついてます。このプロジェクトについて説明したいと思います。単純にですね、ゲームを作って皆さんにこれはどうですか、面白いでしょっていう形でですね、やっていくんではね、こういうファンの期待に応えられないんじゃないかなっていうふうに思ってます。やっぱり、さっきの、メガマンユニバースと同じくですね、みんなと一緒に、みんなと、なんていうかな、そのゲームの中身も考え方も、分かち合ってですね、作っていくようなことができないかっていうことがこのプロジェクトの秘密です。はい、10年前にですね、メガマンレジェンズ2が、2をプレイしてですね、終わりにね、ロックマンがどこに取り残されましたか。ロックが取り残されたところは、日本ではヘブンと呼ばれてるですね、惑星に取り残されてます。はい、それをですね、ロールとですね、トロンが力を合わせて、助け出そうとしましたけども、うまくいきませんでした。じゃあみんなで助け出したらいいんじゃないかなということでですね、今回はここにいるみんなの力、世界中にいる、レジェンズファン、ダッシュファンの力を借りてですね、ロケットを作ろうという作戦に出ました。はい、ここにあるのがですね、そのロケットの設計図です。このロケットをですね、みんなの声でですね、みんなの力で、完成させてですね、ロックを救い出して、それから、メガマンレジェンズロックマンダッシュをスタートさせたいと考えてます。はい、これは僕いろんなところで公表してますけども、メガマンレジェンズシリーズはですね、商業的にはですね、成功とは言えないタイトルなんですね。成功してないタイトルをですね、続編作るっていうことは相当大変なんですけども、だからこそですね、皆さんの力を必要としてます。レジェンズをですね、完成させるためにはですね、皆さんの力が、必須です。だからぜひ皆さんの力を貸してください。はい、じゃあそのどういう方法でやるか、次行きたいと思います。はい、次のこれですね、もう、これは、ユニティの方でですね、出てると思いますけども、スタッフのブログであったりとかですね、僕のコメントがもうそこに、載ってますけども、ここでですね、皆さんの力を借りたいと思ってます。こういう形でですね、終わりません。今後ですね、もっと、皆さんの声が聞けるような形に、改良していきますんで、どん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 ウェブの方も進化してですね、そこで、皆さんの意見を、取り入れた、メガマンレジェンズロックマンダッシュを作っていきたいと思ってます。はい、
じゃあ具体的にどういうことをするかっていうことですね、ロックマンのシリーズ、メガマンのシリーズはですね、メガマンでも一部、やりましたけども、ボスキャラの募集をしたりとかですね、そういうことをやってます。それをもっともっと広げていきたいということですね。ボスキャラの募集であったりとかですね、あとボイスアクターですね、ボイスアクターを募集したりとかですね、もちろん、企画アイディアをそこで、うちの、スタッフと共に話し合ったりとかですね、そういう形で、やっていきたいと考えてます、はい。今までですね、ゲームで本当にユーザーと共に作っていたゲームというのはなかなかないと思います。今回はですね、本気です。ただ形だけユーザーの意見を取り入れたような形でやりましょうというのではなくてですね、本当にユーザーの声を聞いてですね、ユーザーと共に作っていくゲーム、その本当にファンが喜ぶメガマンレジェンズを作っていきたいと考えています。はい、早速ですけど、皆さんと共にやる一つの、プロジェクトというか一つの、ことをですね、発表したいと思います。はい、CI、カプコンエンターテインメント、ですね、カプコンエンターテインメントの、スタッフを募集します。このメガマンレジェンズのですね、一緒に、コミュニティを、作っていくメンバーをですね、ここで募集したいと思ってます。はい、この大事なコミュニティのサポートですんで、メガマンレジェンズ知らないとかですね、ロックマンが好きじゃないという人は務まりません。ロックマンの大好きな、メガマンの大好きな人がですね、集まってもらってですね、ぜひ、参加してもらいたいと思います。あいにくですね、募集人は一人なんで、かなり、競争率は高いと思いますけども、ぜひ僕たちと一緒にやりたいという人は募集に応じてもらったらいいのかなと思います。はい、全米中からお待ちしてます。ですね、プロジェクトの話ばっかりでですね、じゃあ中身はどうなってるんだと、自分たちはスタッフで作ってる中身を教えろというのがあると思うんで、ここからちょっと中身の話したいと思います。プロジェクトがですね、スタートしたところでですね、まだまだ、素材が揃ってきてるわけじゃないんですけども、本来このくらいの素材でですね、皆さんにお見せすることはないんですけども、ここにいるみんなと作っていくっていう証拠にですね、まだ、途中段階のものをですね、お見せしたいと思います。はい、こうやってですね、ちゃんと作ってます。ただ形だけでですね、作ってないんじゃなくてちゃんと作ってるという証拠をお見せしたと思います。はい、ゲーム画面もですね、3DS の方でですね、動くものも、スタッフの方頑張って作っててですね、この前僕の方もチェックしたんですけど、まだまだ、皆さんに、お見せできる状態ではないし、満足いくもんじゃないんでですね、もっともっと詰めていきたいと思ってます。はい、次ですね、皆さんと作っていくっていうところの一つをもう一つ紹介したいなと思うのはですね、僕たちスタッフ頑張ってですね、新しいキャラクターを生み出していこうということでですね、デザインの方を進めてるんですけども、新しいヒロインが登場します。今回ロール、トロンに続いてですね、新しいヒロインを登場させようと思ってるんですけど、このヒロインをですね、僕たち頑張ってスタッフの方で書いてるんですけど、ここにいるファンの皆様も含めてですね、レジェンズファンの人にですね、どのキャラクターがいいのかっていうのを決めてもらいたいっていうことを、今最初のプロジェクトの第一弾として考えてます。これまでですね、ロックマンシリーズに関わったデザイナーのほぼ全てにですね、全員に参加してもらいました。一つ一つ紹介していきますんで、皆さんもどのキャラかお気に入りかですね、見といてください。じゃあフランシスお願いします。
そうそうたるメンバーにですね、書いてもらいました。で、彼らにですね、お願いしたらすごい気合い入れて書いてくれたんでですね、このキャラクターの中から、皆さんにですね、選んでもらうっていう、コミュニティの中でですね、世界中の皆さんに選んでもらおうと考えております。ちょっと誰か足りないと思ってる人いないですか？ここに参加してる人で誰か足りないんじゃないか。誰ですか？はい、僕忙しくてですね、ちょっと絵を描くことできないんですけど、レジェンズは特別です。頑張ってやりました。はい、ちょっと本当に他のみんなと比べるとですね、ラフ画で申し訳ないんですけども、ラフ画を募集っていうことで僕ラフで描いたらですね、みんな仕上げてきやがってですね、もうどんなに気合い入ってんだよっていう感じでですね、僕自身も、デザイン的にはすごく気合い入れてやりました。はい、この何作品ですかね、9作品、この9作品の中からですね、ヒロインが選ばれます。皆さんの意見が、ヒロインを、誕生させるということなんでですね、ぜひ、コミュニティの中でですね、意見、要はください。はい、先ほどの、コミュニティの開発室の中でですね、こういった、投票が行われていきますんでですね、ぜひ、投票に参加してください。はい、最後にここに、映し出しているのがですね、メガマンレジェンズの、レジェンズ3のですね、ロックマンダッシュ3の、スタッフです。みんな楽しそうでしょ。すごくもうワクワクしてですね、作りたくて作りたくて仕方なかったゲームを、今作ってるっていう、本当に楽しくゲーム作らせてもらってます。はい、みんなの力で本当に、ロケットを作ってですね、ロックを救い出さないと、レジェンズはですね、途中でなくなってしまうかもしれないんでですね、ぜひみんなのパワーをください。 Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay. How about another round of applause for our esteemed guest, KG Inafune.